してその外の球をコツコツと上げてヒット数が118本です。少し雨が強くなっています甲子園球場。そのインハイピッチャー返した、センター前ヒット。今日のタイガース打線マートンが初ヒット、レフト前ヒット。平野はどうする、ラミレスの前に惜しいんですがセカンドベースを回ったところでストップ。マートン続きました。勝負球、あと打ったショート取れない、抜けていく、それを見て飛び出りスタート、サードキャンパスも蹴りました。ボールは返ってくるか、間に合わない。マートンのタイムリーでまずは1回に阪神タイガースが先制点を奪いました。期待以上の活躍を見せています今シーズンのマートン新加入。バットの先っぽはセンターに逃げていった、タイガースさらに追加点。マートンの2点タイムリーヒット、4対0、リードを広げていきます阪神タイガースの3回の表の攻撃です。ない高市、三遊間を破っていきました。マートン今日2本目のヒット、打率をさらに上げていった。センター前ヒット、見事な働き。先ほどの回3点を返された直後の回です。スワローズこれは痛い追加点という形でしたけれども、まだ途中から打線を組み替えて今見事にハマっているタイガースですが、この打球がフラフラっとライト前に落ちて4安打。マートン4安打で打率をまたさらに上げます。高く上がった、前進守備の青木の後ろ見上げた、入った、ホームラン。これぞ驚異の猛虎打線、スワローズの誇る若き投手陣を今日も打ち崩しました。3割5分を超える打率を残しています。サードの頭上を越えていきます。今日もマルチヒット、マートン二塁はタッチセーブです。ツーベースヒットになりました。うまく打った、マートン久しぶり、オールスターを挟んで5試合ぶりのヒット。さあ出たラッキーセブン、マートンに笑顔が戻りました。セカンドの横は、体勢が整わない、一塁はセーフになる。記録は内野安打ですが、これは有田さんから一言ありそう。いいプレーだけどね、はい、でもスタートが、ね、遅いですね。明らかでしたね今のもね、打ち取ろうと、打たして取ろうという。マートンの当たりセンターに抜ける、タイガース初ヒット。マートンこれで18打席ぶりにヒットを打ってから3打席連続になりますね。やっぱり出だすと出ますね。そうですね、はい、右方向ライトへの大きな打球だ、ポールに渡すが、これは戻っている同点になってマートン三塁へ、記録はスリーベースで4対4の同点に追いつきました。バットが折れる鈍い音、三遊間破りました。最後まで力を見せます阪神タイガースです。初球からライト前へ、悠々とその打球方向を見ながら鳥谷が帰ってきました。貴重な追加点、5対1、リードを再び4点と広げます。ここは4打席目にしてヒット1、今のはね詰まってはいるんですけどね、はい、応援続けるタイガースファン、なかなかそのタイガースファンの期待に応えられないんですが、ここはピッチャー強襲のヒットということになりました。疲れを取れたんじゃないですかね。ああなるほど、
いバウンド、ショートが前進、すぐにバウンドが変わった、記録は内野安打、ノーアウトランナーは一塁。この回が一番ね、大事な回ですよ。さあ大きな当たり、すぐすぐすぐ、これは分かりませんよ、入るか、入りました、ホームランです。こういう選手なんですよ、努力はね、もう一人でね、今日もねグラウンドちゃんと走っといて、何食わぬ顔でね黙ってベンチいましたよ、はい、そういう選手なんですよね。そういう選手が一発を打って6対33点差になると、阪神は重量打線ですからね、あのね球団別に色を分けてますけど、赤ペンがね、はい、オレンジと赤がオレンジがないみたいでね、巨人のメモもカープのメモも赤で書いてますけどねそうですか、そういうことを言ってました本人、先頭バッターが出ました、マートン、ノーアウトランナーが一塁、緩い球を使ってきましたがタイミングずれませんでした。マートン打順は1番に戻って、マートン4者連続のホームランはありませんですが、しかし今度はヒット、ノーアウトランナーが一塁、やや詰まり気味ですが、それが幸い、コースのボール、ボールが上がらないからね。そうですよね。マートンが打って、これは行ったか、マートンホームラン、ね、こうやって一人しか打てへんけど、そうですね、これを貯めてやりたいですね。マートンがホームラン、1点返しました、タイガース。第12号ホームラン、8対2、差は6点です。つまりながらもショートオーバー、一人かえる、また一塁三塁、8対3、マートンホームランの後はタイムリー、マートンが出ました、レフト前ヒット、ノーアウトランナー一塁。初球打ち、レフト前ヒット、マートン今日2打数2安打、先頭バッター出ました、ノーアウトランナー一塁。マートンからです、差し込まれましたが、距離が出る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 、見えましたが伸びていきました。今正直入るとは思わなかったですね、押し込んでるんでしょうね。三塁キャンバスを回る、ホームイン、阪神タイガース、新井金本に続いてマートンです。まあ、しっかり前の回踏ん張りましたからね、はい、いいご褒美ですよね。下柳と城島が本当にこう楽しそうに配球を楽しむバッテリーがね、右へタイムリーだ、マルチになりました、2人帰ってくる、頼もしいですね。9対6、これで5試合連続マルチが、重要な重要な勝利を決定づけるかのようなマートンのライトへのツーベースタイムリー、9対6です。一二塁間ゴロ、抜きました、捉えるの狙い打ち、一塁ランナーストップ。マートンはこういう技があるから打率が上がるんですね。そうですね、今日初安打、今のもまっすぐではありましたが、47試合藤川球児が41試合です。打ち取ったか、ショートが出ました、弾きました、センター前ヒット、ノーアウト一塁です。記録はヒット、まあ抜くカーブですよね。1、2塁間ハーパー飛びつきますがライト前、というのは新沼です、ライト前。マートン今日の2本目のヒットです。初球打ち、ショート坂本の脇抜けていきました、先頭のマートンが出ました、ノーアウトランナー一塁。秋山からマートンの当たりは
レフト上がっている、左中間入った、すぐさま同点に追いつきました。1番マートン14号ホームラン。3回の表、福田の初球を捉えました。取られたら取り返す、2対2、すぐさま阪神が同点に追いついています。